Hello there! 始まりました。もてつチャンネルです。Happy Valentine's Day ですね。Valentine's Day ですけども、今日はですね、やっぱり自分にとってですね、一番印象残る Valentine's Day って言ったら、やっぱ慶応文学部の前日ですね。入試の前日なんですね。2月15日が、慶応大学文学部の入試になるんですけども、やっぱそこが印象的に残ってますね。なんで今回は慶応の文を受けた時のですね、話をちょっとしようかなと思います。慶応大学文学部っていうのはですね、まず午前中に英語がですね、あって、で、その後に午後に、世界史、日本史、そして小論文があるんですよ。で、まあ、ものすごく緊張していたので、多分まあ人生一ぐらい多分緊張したと思うんですよね。まあ、もしかしたらこれ見てる人も同じ、気持ちを味わってるかもしれないんですけど、いや、非常に緊張しましたね。なんで、もう、食べれないんですよ。食べ物が、喉を通らないっていうのはですね、初めて経験したことなんですね。で、どうしたらかっていうと、結局ですね、栄養ドリンクを飲んでいったんですよ。で、もう、本当に死にそうで、ですね、栄養ドリンクだけ飲んで、行きました。で、その英語の試験受けて、で、昼休みになって、で、昼休みも、ですね。まあ、パンとかおにぎりとか買ってってはいたんですけど、そこで、やっぱ食べれないんですよ。緊張しすぎちゃって。で、喉を通らないんですね。で、その、結局だからまた栄養ドリンクを飲むっていう形で、栄養ドリンクをですね、人生で初めて日本、普段飲まないんですよ。まあ、最近ね、飲んでる人多いと思いますけど、高校生もですね、人生で初めて日本、飲んだ日だったんですね。で、そんな中、いわゆる世界史の、僕世界史だったので、世界史が始まり、まあ、ただ、休み時間に読んでたやつとかがね、出たりしたんで、ああ、よかったよかったと思いながらですね、かなり頑張って、解いて、で、入試ってそうなんですよ。いつでもそうなんですけど、センター試験でもそうなんですけど、途中から集中してると熱がすごく出ちゃうんですよ。すごい高熱の中、解いてたんですね。で、小論文に入ったら、もうその熱がすごいことになっていて、で、ご飯は食べてないですけど、栄養ドリンクだけだったんでですね、もう体がおかしくなっちゃってですね、ずっと鼻血を出しながら小論文を受けてたんですよ。これで、やばいと思ったんですよ。まあ今でもどこの教室で誰がそこにいたかってですね、どの教授がいたかっていうのを二人は覚えてるんですよ、少なくともですね。覚えてて、で、ああ、どうしよう、頼んで、鼻血出ちゃったんでって言って、でもティッシュも持ってないし、もうだからこうやって手挙げて、すいませんって言ってやるしかないかな。でも時間もないし、小論文書き終わらなかったらやばいなって思った時に、ラッキーなことにですね、着てた服が赤かったんですよ。今赤じゃないですけど。赤かったんで、あ、これだったら別に鼻血がくっついたところで目立ちはしないと思って、こう鼻血をこうずっとですね、服につけながら、小論文を書いたっていうのが非常に、ね、思い出になってます。これをですね、慶応入った後に、この周りの友達とかに話してますね。わあ、どうせネタだよって信じてもらえなかったんですけど、いや、本当です。本当にそうやって、私はですね、なんとか、やり抜きました。だからもう大変でした。センター試験の話もね、前に挙げましたけど、本当に大変で、だったんですけど、慶応のその、試験も非常に大変だった。っていうですね、すごく思い出に残っています。まあですね、何が起こるか分かんないですからですね、皆さんですね、入試はですね、いろいろ臨機応変にですね、対処できるようにしていくことをお勧めします。赤い服がいいかどうかはよく分かりませんが、自分はそうやって乗り切ったのを覚えて、入試受ける皆さんは Good luck ですね、頑張ってください。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.